大上官庁とは、大上官から、総合、自社などの直接管理下にない組織に対して送付する、公文書のこと。単に官庁とも称する。平安時代に盛んに用いられた。調和、公式礼においては、左官以上の官人が、官司に対して上申する際に用いられる、文書形式であったが、後に、総合や自社と官司とが、 文書のやり取りを行う際にも用いられるようになった。大上官からの命令は通常は大上官府が用いられるが、自社とは直接的な悲観関係を有しないために、大上官府よりも命令色の薄い大上官庁が代わりに用いられた。また、平安時代初期以降、北海氏が国書とともに、北海の賛成の一つである中大将の長を持参するようになると、 日本側も県北海市に大乗官長を持たせるようになった。差し出し相手の下と本文冒頭において、長という一文字をそれぞれに加え、さらに初度目には誇張の文字が加えられ、日付の次に大乗官長を作成した弁官と文が署名が記された。堀井加代子、対北海外交における大乗官長の成立、書集、堀井。 平安前期対外姿勢の研究臨戦書店2019年2019年 P49 から71ありがとうございます。